こんにちは、風の未来です。今回は映画、なぜ君は総理大臣になれないのかを人間ドキュメンタリーとして語ってみたいと思います。今見ていただいているのはスペシャルトークです。こちらが大島監督、この方が 映画の主人公となっている小川純也さんで,す、ね、でまああのー、何を語りたいのかタイトルでも申し上げた通り人間ドキュメンタリーとして、えー、この映画見ると面白いんですよね。でこの映画というのは知らない方もいらっしゃるのかもしれないですね。なななぜ君は総理大臣になれないのか アマゾンプライムで見ることができます。まあ、ただ有料です。年会費だけでは見れない。プラス500円だったかな。私も見たばっかりで、えーまあ、もうすぐ切れてしまう。2日間だけかな。えー、見れるのはね。まあ、ですからちょっと切れないうちもうちょっともう一回見るかどうかまだ分かりません。 えー、まあ500円ぐらいでしたらねまた見たい時に、えー、見ればいいだけのことだと思うんですけれどもで実は昨日ですね私のこうせ、まあ、どちらかというと政治どちらかというとっていうよりも政治の話題が多い「風花未来チャンネル」というところで、えー、この映画のことに触れたんですよね。 でまあ、私自身はすごく映画が好きでこうとにかく映画として面白いか面白くないかとか、まあ、自分は、まあ、映画っていうのはほとんど一部の例外を除けば主人公は人間なので人間ドラマとして見るっていうのは普通というかね私の中でですからこの「なぜ君は総理大臣になれないのか」もちろん政治に関する 関わりのああるる映画であることは間違いなくてまさに前の衆院選の時に希望の党騒動というのがありましたね。でど,どんなことが起きていたのか政治家たちの中でその一人の小川淳也さんという政治家もその中で苦悩していたというところがすごく細かく描かれていてそれ政治に関わることとしても面白い じゃあ面白いんですけどもまあ私の一番の興味は人間ドキュメンタリーとしてよく描けてると思うんですね。でこの方がね、えー、あんまり詳しく、まあ、存じ上げないんですけどこの方友人らしいんですけどもね、えー、小川さんのね右手に花束左手にナイフを持って取材相手に臨むと。 人間ドキュメンタリーを撮る時には映画監督の視点ですよ右手に花束左手にナイフを持って取材相手に臨むとおいうことを言ってるわけで指摘してるわけですよね。フという言葉まあ、えー、初めてじゃない方多いと思うんですよねこういう言葉ね。当然そのこういう,こういう要素が求められるシーンって うんい,らいろんな時にあるんですよね。もう一つの視点で一つのテーマで竹,竹で割ったようにスパーンと割り切れることって実,実人生というかな実社会においてはほぼ一つもないですねいろんな要素が絡んでいる。で人間ドキュメンタリー一面的に一つの方向からスポット を当てて、それだけを描いていたら、全然面白くないわけですよ。ですから、花束とナイフという愛異なる要素というのは、当然、あの切り口として、アプローチの方として必要なわけですよね。まあ、そういうことが私の中ではもう普通に当たり前になってるんですけども、まあ、私自身の説明不足もあってですよ。 あの昨日この映画取り上げた時にまあ多くの方はねやはり政治的政治ドキュメンタリーというのかイデオロギーというのかそういう視点で感想コメントつけてくれた方が多かったですそれはいいとか悪いとかじゃなくてあのそれは当然の流れかもしれませんね、うん、私の「その風間未来チャンネル」が政治の話題が多いのでまあ実際純粋純粋というのかな 政治チャンネルではないんですけどねあの内なる世界外なる世界外なる世界が政治で内なる世界というのは自分自身ま,まさに人間ドキュメンタリーの部分にあたるわけですけどもその両面を語ってるつもりなんですけどもまあ私の力不足もあってですねやはり政治の単なる政治チャンネルとしてご覧になってる方も多いのかななんて。 えー、私もこうちょっと無力感というのかなやはりきちっと説明してあげないとそこら辺は誤解されちゃうなというのはありましたそれも、えー、私の「風の未来チャンネル」の視聴者さんが駄目だとか、えー、そういうことではなくてもう私の単なるミス,ミスですねきちんとそのそういう視点で見た場合には面白かったと人間ドキュメンタリーとして見た場合には面白かったですよって言ってあげないとなんだお前は。 タロソンを支持してるかと思ったら小川淳也を持ち上げるのかみたいなねそういうような書き込みもありましたまあうんそういうこともある,あるんだなということなんだけれどもコミュニケーションって難しいですよねでも何もかもこう全部説明してこれこれこういう意図でこういうふうにしてますっていうのを説明を省いちゃう場合があるんですよね。で ユーーーチュバでもツイッターでもインスタグラマーでもブロガーでもメルマガライターでも共通して言えることだと思うんですけども私もずっと長くね15年以上ブロガーやってますけどもこれくらいのことは私のブログの読者だったらもう分かってるよねといちいち説明しませんよっていう意識が働いちゃう時あるんですよ。とずっと15年間も 書いてたら暗黙の了解を得られると思って語っちゃうかい文章書いちゃうことがあるんだけどほとんどの人が初めて来る人なんですよね初めてブログを訪れて、えー、くださる方で私の you YouTube チャンネルもそうですま初めて来る人がものすごく多いそういうことを忘れて暗黙の了解でこれくらいは説明しなくても分かってくれますよねという意識が働いて語っちゃうと これはつつ気をつけけなななきゃいけないいなと思いましたね。で、このドキュメンタリー映画のことをまあ私のこの「学びチャンネル」のこ心トークなのでまああんまり片い字張らずにリラックスしてこう思う思うに任せつつ語っていきたいんですけれども人間ドキュメンタリーとして面白いのはどう,どうしてかというとそれはこの映画を「 右だ左だあー立憲民主党だ令和新選組だ自公明党だ自民党だっていうそういう通り当略的なもので、えー、自分のご自分の支持政党と自分の成人を、ね、応援している政党がどうのこうのっていう視点で見たらそれも面白いんですよ。確かに面白いんんだけどどそれはもうほとと、うん、映画の本数と 大きくずれてしまいまいすねこの映画の面白いとこは、まあ、いろんなことが言えると思うんですけども人間,人間ドキュメンタリーとして面白いというのはとにかく人間として描かれているそれはどういうことか小ささですね人として男鹿淳也さんを人としてダメだとかそういうことじゃなくて人間っていかに小さな非償なるいやしさを持っても,も 持っててどうししも当選したい、えー、だから希望の党の対数は嫌だと思いながら希望の党の公認として出てしまった無所属だったらたらればなんだけど圧勝してたかもしれないのに希望の党から出て向かい風逆風が吹いて選挙区では落ちて比例復活というもちろん希望の党 かからら出てるから比例復活があったわけですけどねそういうまあもっと大きな単義というのか捨て身でそんな細かいことを気にせずに政治家なんだからもっと大,大胆に普通の人から見たらそれが当たり前なんだけれどもその通りにこう小さい面ですねに人間としての小ささというのを描いてるから面白い。 で私家族のご家族の奥さんとお二人の娘さんのことも素晴らしいあのご家族に恵まれてるということを書いたんだけどそれについてもなんか批判的な映画見たぐらいで何であの素晴らしいってわかるんだみたいなねまあそういう見方もあるのかなってそれは映画見て素晴らしいと感じたらそれでいいんですよ映画というのはいいんですよというのかな。 まあその人を批判してるわけじゃなくてあの何て言うのかなえ映画の見方ってそういうことなのにやはりどこかうん小川淳也さんを取り上げてるということを許せないんでしょうねそういう人にとってみてはねそれがはなからあるから映画独立したなぜ君は総理大臣になれないのかというドキュメンタリーですよ人間ドキュメンタリー、まあ、政治ドキュメンタリーでもあるけどもそういう作品をこう 純粋に楽しみたいいとうのはありますよ当然政治家小川淳也さんに対しては制作こ,こが正しいとか間違ってるとかそういうのは私の中であるけれども映画は映画なんですよドキュメンタリー映画なんですよそれはそれとして楽しみたいというか作品なんでねだから作品だからこそ当利当略イデオロギー右左そういうものを超えて広がっていくその広がりに 私は期待してるんですよ。で、多くの人が成人教務を持ってもらう。それがもう本当にそれが一番大事だと思ってるんですよね。投票率がもっともっと上がっていかない限り政権交代って起きないですよ。政権与党は得票率20ま毎回違うんだけどだいたい25から27ぐらい。 えと言われてるんですよよね得票が自公政権ですよですすからそれを超えれば政権交代できるんですけどね野党がねまとま,とまっていけばね連立でも何でもそういうことただ50%以上の人が票を捨ててるつまり選挙に行かない要するに政治に関心がないあるいは政治に対して意図的に意図的というかもう心情的に嫌ってる。 関わりたくないっていいうう人も多いでしょうそういうことを打破していくためにはこういう映画いいうのは大きいんですよねもう街頭に立って拡声器で訴えてるのと全然違うので映画というのは独立した作品なわけでそれも伝播力という拡散力が全然違いますよ。 で映画というもちろんこの映画がいいところはイデオロギーで、えー、自民党は間違いだというような視点で一面的に描いてたらこれも作品として成立しないと思うんだけどその匂いはもちろんあるんだけどそういうことをイデオロギーを主張してない人間ドキュメンタリーとして描いているそれは人間としての小ささだと思うんですよ。で家族を守る 奥,奥さんを守る子どもたちを守るそういうこと自体がまさに庶民的というのがあ,のある意味俗っぽさであるわけですよね政治家っていったらそんなものを家庭は二の次でとにかく命がけで政治のこの闘争の場に身を置いて、えー、戦っているんだと思う。ですかららおそらく、ね、その家庭が ぐぐっっっちちゃちゃの政治家って多いいと思います、まあ、一人一人取材したわけじゃないからわからんし語らんからうん。でもまあ小川井純也さんという人は非常に家庭を大事にして、えー、そういう素晴らしいね素晴らしいというと怒るのかな私は素晴らしいと感じたんですけどね、まあ、私自身が家庭を持ってないので子どももいないしでそういう人を羨ましいっていうよりもやはり すすごいこととなんんだと思うんですよ伴侶を得てで子供を設けて、まあ、一人立ちさせるというのか立,立派に育て上げるというのかなそういうことす,すごいことだと思うんですただそのためになんか自分の夢を削る削るとかあのとにかく社会にの俗悪なものにまみれていて自分の 本筋を失って自分らしさっていうのを消してしまうっていう人も多いわけじゃないですか一方ででも小川淳也さんの場合は家庭素晴らしい家庭を築きながら精一杯政治家として頑張っているというねそこがやはりアピールするところだと思いますよですから英雄でもないしヒーローでもないしスーパーマンでもないんですよこの映画における小川淳也さんというのはそれは東大出て 官僚になって、でそれを蹴飛ばして、自分の意志でせ政治の世界に飛び込んだ。それだけでもすごいことなんだけど、まあ、その後、党、えー、内で出世してないとかいろいろあるわけであって、やはりその人間臭さですね。ヒーローでもスーパーマンでもなんでもない。小ささ、癒や,、まあ、やしいとはこの人思わないけれども、そういう小ささってあるじゃないですか、人間として。小ささももちろん持ってるし、いろんな。 こだわりもある中でまさに人間矛盾の相対としての人間というものが描かれているわけですねでも、ただただ矛盾していてカオス混沌かというとそうではなく何とかしてもがき苦しみながら耐えて耐えて耐え抜いて突破口を生み出そうとして頑張ってらっしゃる小川次元さんが描けていると思うんですねですからまさに人間ドキュメンタリー そしてこの映画は楽しんだ方がいいとて言うと、また落ち着けになっちゃうか。まあ、でも私の場合はそういう風うに人間ドキュメンタリーとしてこの映画を見ましたね。で、政治的に見ると政治的政治ドキュメンタリーとして見ると、とにかくこの映画は多くの人に広がっていって見られることによって、政治に関心を持ってくれる人が増えるということは一番期待してますね。うん。 まあそれ以外にはないんじゃないかっていう感じです政治に関してはね。まあそんなような形で私は非常にこの映画好きというのがなこう違和感なく入っていけたそれでまあ最後に一言語ると大島監督ね大島渚監督の息子さんなのかな顔が似てて全然知らないんだけどこの監督のことはこの作品しか見てないんだけど。 まあ舞台挨拶とかこのトークでもそうだしそのドキュメンタリーの中に映画の中にも登場されるけどとにかく冷静ですねこう感情を表に出すことなく淡々とこう喋ってらっしゃるしま語り方も穏やかというのかな冷静なんですよね。で私なんかはこう気が短いし感情の起伏,が起伏がアップダウンがすごく激しい人間なんでね。 でまあ、大島さんってすごく賢い方だと思うんだけど、まあ、そういう意味で私なんかおバカというのかなそういうまるで全然違うタイプの人なわけですよね大島,大島さんという方はねそれが分かるすごくひしひしと伝わってきてそれも私にとってはね一つの快感だったのかもしれません全く私と違うタイプこの冷静さ客観性でもあのシーンは あるんですよこう人を見る目というのかなこうしっかりしてるしねそういうのはあるんだけどこういう冷静さ私も欲しいなと思いますねまあただ自分は変えられないのでねその性格まではねまあそういうことで私はあのこの映画楽し,楽しめたというのかな 違和感なかスーッと入っていけて、まあ、この映画見て号泣するっていうのをなくしても多いだろうしそういう政治,政治家に対するイメージも変わるとねいいと思いますよね私はそういうことで、えーまあ、語らせていただきましたそういうイデオロギー的な政治的な、えー、自分のあの 視点の立ち位置とは離れてですね純粋にというのかな人間ドキュメンタリー映画としてえ味わってみました。はいということでと言いつつ今日は世間的には大晦日かなんですよね今年最後というのかなこの私の動画の配信はまあ仕心トークの特徴は肩の力を抜いてリラックスして語らせていただくということでまあ あのこのそれがこのチャンネルのこの「仕事のトーク」シリーズの特徴なのでこういう申し訳ないですなんかお前だらだら人で喋ってんじゃないと思われたらそれも仕方がないというか、えー、もうテーマをきちっと決めてレジュメを作ってとか構成を考えて、えー、語らないからこそ何か出てくるものがあると思ってこのシリーズを続けて おりますもしよろしければまた引き続きですねお付き合いいただけたら嬉しいです。はいということで今年まだこの「仕心トーク」始めたばかりなんですけど本当にご視聴ありがとうございます。えまあ微力ではありますけども来年もこの「仕心トーク」は毎日配信できるかどうかちょっとあの難しいかもしれませんけども。 続けていけたらいいかなと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたします本当に今年1年ありがとうございました来年もよろしくお願いいたしますそれでは良いお年をお迎えくださいそれではまたお会いしましょう